これから行う操作は、画像を開くと表示されるアラート、埋め込まれたプロファイルのフィーチの対処方法です。ここでは、sRGB というカラープロファイルが埋め込まれた画像を開いた場合を想定します。アラートの表示は、Photoshop のカラー設定によるものです。このため、処理方法が自動的に選択される場合もあります。結論から言うと、ここで紹介する処理方法の選択は、次のような位置づけになります。明確な答えはありません。ケースバイケースです。このレッスンでは、プロの現場で設定されている一般的なカラー設定を使用します。編集メニューからカラー設定を選択します。カラー設定、ダイアログで設定にプリプレス用日本にを選択します。作業用スペースセクションの RGB に Adobe RGB が設定されていることを確認してください。カラーマネージメントポリシーセクションの RGB に埋め込まれたプロファイルを保持が設定されていることを確認してください。OK をクリックします。このカラー設定によって sRGB のカラープロファイルが埋め込まれた画像を開くとアラート埋め込まれたプロファイルのフィーチが表示されます。ここでは原則という位置づけの操作方法です。作業用 RGB に sRGB を設定している場合は、アラート埋め込まれたプロファイルのフィーチは表示されません。sRGB のプロファイルが埋め込まれた画像を開きます。作業用スペースの代わりに埋め込みプロファイルを使用を選択します。OK をクリックします。同じカラープロファイルを使用しているので、カラー値も表示カラーも変わりません。埋め込みプロファイルを使用することが原則とされているのは、このためです。しかし、作業用スペースが Adobe RGB の環境だと、これから色調補正やドキュメントを編集するには何かと不都合な場合もあります。それどころか、新しく設定するカラーが忠実に再現できないので、プロの現場では必ず Adobe RGB に変換してから、作業を行っているくらいです。主な用途が印刷用なら、適切なプロファイルに変換した方がいいでしょう。アラート埋め込まれたプロファイルのフィーチの初期設定は、現在設定している Photoshop のカラー設定が反映されます。作例の場合、カラー設定で作業用スペースに Adobe RGB が選択されています。そのため、カラープロファイル sRGB が埋め込まれた画像を開くと、アラート埋め込まれたプロファイルのフィーチが表示されます。埋め込まれたプロファイルのフィーチでは、カラー設定で埋め込まれたプロファイルを保持が選択されているため、自動的に作業用スペースの代わりに埋め込みプロファイルを使用が選択されています。
おすすめの操作方法です。表示カラーは変わりませんが、カラー値が変わります。カラー値を変えたくない場合は、作業用スペースに sRGB を選んでください。その場合、Photoshop での色の再現力は低下します。sRGB のプロファイルが埋め込まれた画像を開きます。ドキュメントのカラーを作業スペースに変換を選択します。 OK をクリックします。カラープロファイルが埋め込まれたドキュメントは、そのプロファイルのカラースペースが使用されているため、別のプロファイルに変換するとカラー値が置き換えられます。しかし、変換後のカラーを合わせる機能があるので、表示カラーはほとんど変わりません。フリプレス用日本にでは、マッチング方法に比較的が設定されています。作業用スペースとは、カラー設定で選択している作業用のプロファイルです。 RGB カラーモードのドキュメントには、ウェブ用に sRGB を、印刷用に Adobe RGB を用いることが一般的です。 Photoshop でドキュメントを開くと、作業用スペースで表示されます。Adobe RGB は sRGB よりも広いカラーの再現領域を持っています。そのため、商業印刷などの専門的な分野で標準的に使われています。プロファイルを破棄するということは、カラーマネージメントという概念から関係性を断つことです。そのため、一般的には推奨されない設定とされています。 sRGB のプロファイルが埋め込まれた画像を開きます。埋め込まれたプロファイルを破棄を選択します。OK をクリックします。カラーマネージメントが行われていないドキュメントは、現在のカラー値がそのまま引き継がれて、新しいプロファイルのカラーが表示されます。作例では鮮やかな色に変わりましたが、オリジナルの色が変わってしまうのは問題です。プロファイルを破棄することはできるだけ避けましょう。プロファイルを破棄したドキュメントに元のプロファイルを埋め込むと、破棄する前の表示に戻ります。編集メニューからプロファイルの指定を選択します。プロファイルの指定ダイアログでプロファイルに sRGB を選択します。 OK をクリックします。しかし、破棄した後に作業用スペースと同じプロファイルを埋め込むと、破棄する前の表示には戻りません。
カラーマネージメントのアラートは、埋め込み、プロファイルなしの場合でも表示されます。ここでは、表示カラーを変えない、作業用 RGB に変換する方法をご紹介しましょう。プロファイルが埋め込まれていない画像を開きます。アラート、プロファイルなしで、プロファイルの指定に sRGB を選択します。次にファイルを作業用の RGB に変換します。を有効にします。OK をクリックします。sRGB を指定後、Adobe RGB に変換された画像を確認してください。表示カラーはほとんど変わっていません。表示とプロファイルの関係は元画像の条件によって変わります。そのため、いきなり変換してしまうと色が変わってしまう場合もあります。例えば、埋め込みプロファイルなしの画像を Adobe RGB で開くと、プロファイルを破棄した場合と同じく表示カラーが変わります。そして、その変わってしまった表示カラーで視覚的に変換することになります。この場合は、破棄からの復活方法を経て、プロファイル変換すると、表示カラーを変えずに、作業用スペース、Adobe RGB に変えることができます。編集メニューから、プロファイルの指定を選択します。プロファイルに sRGB を選択します。OK をクリックします。編集メニューから、プロファイル変換を選択します。プロファイルに Adobe RGB を選択します。OK をクリックします。表示カラーを変えずに Adobe RGB に変換することができました。